ちらじゃん、ジルサンダー買ってしまいました。やってしまいました。お靴を購入しました。というわけで開封の儀を行いたいと思います。じゃーん、スニーカーを買いました。やってしまった。こちら商品名はジルサンダーのローカットスニーカーという商品でして、あのレザーのね生地のスニーカーなんですよね。本当にあのシンプルイズベストな感じのスニーカーなんですけど、まあ、ちょっとなんかジルサンダーらしいちょっとしたこのねベロの部分の遊び心とかで、ちょっと大きめなんですけど、まあ、そこまでゴツゴツしてないかなという感じで購入しました。で、なんといっても個人的な決め手はあのソールがベージュだった。なんかね、真っ黒を買うか白を買うか悩んだんですけど、このねベージュが意外とあんまりなくていいなと思ったんですけど、っていうのが真っ白だと結構目立ってカジュアルライクになっちゃうんですけど、ベージュなのでそこまで丸目立ちせずに、でもなんかカジュアルライクになるのではないかなということで購入したのがこちらでございます。ちょっとねスニーカー探してたんですよね。なんか歩きやすそうで、でもちょっとこじゃれてるというかデザイン性の感じるスニーカーぴったりなものをですね見つけて、ちょっとセールでお安くなってたので買ってしまいました。というわけで、まさかのジルサンダーのスニーカーを年末にゲットしてしまったわけですが、お洋服と合わせてみたいと思います。まずはいつも通りの私のシンプルスタイルの外しアイテムとして、革靴のスニーカーなのでカジュアルすぎず、でもアクセントになるのがやはりいいですね。パンツスタイルでも少し大きめのスニーカーなのでかっこいい感じに見える気がします。ジルサンダーとマルジェラの組み合わせ好きだ。ハイブランドのお洋服を買うことを今はほぼ封印していますが、ジルサンダー本家のお洋服も欲しくなっちゃいますね。とここで久しぶりの登場、ユニクロプラス J のパーカーです。このパーカー実はジッパーが個人的にネックになってきて断捨離するか迷っていたりしたのですが、やはり着てみると良さを感じますね。お次はホワイトコーデに。甘くなりがちなホワイトコーデですが、黒いスニーカー合わせもありですね。モノトーンコーデがはかどります。やはり冬はホワイトコーデがしたくなりますね。綺麗めの黒いコートを羽織ってもいい感じです。いや、年末に思わぬテンションの上がるお買い物をしてしまいました。買わないと思いつつも、やはりセールはやめられませんね。さてさて、新しいお靴を迎えたので、ここで私の備忘録の意味も込めて2023年よく履いたヘビロテ靴を整理しつつご紹介していきたいと思います。まずは歩きやすい靴として重宝してたのがこちらの2足です。まず1足目はノースフェイスのベロシティニットレースゴアテックスインビジブルフィットという名前の長いスニーカーです。本当に1年通して一番履いている靴はこれで、最大のポイントは2点あって、雨天兼用ととにかくソールが滑らないです。
防水性と快適なフィット感を追求したゴアテックスの靴は、ソールはビブラムソールという最強の布陣で本当に重宝しています。というわけで、廃盤になったら困るので何度もご紹介したくなる一足です。お次は夏用のサンダル、テバのハリケーン X ライト2というタイプのものです。さすがにゴアテックスのスニーカーは真夏には少し暑くて、重宝しているのがこちらのサンダルなのですが、テバの中でも比較的薄めでコンパクトなモデルを気に入って履いています。サイズの微調整もできるので本当に楽ちんで、真夏はこればかり履いていましたね。お次はよく履いていた比較的きれいめコーデや出社時に履いていた靴たちです。こちらはファビオルスコーニのビットローファー、何にでも合わせやすく、少しメンズライクといいますか、モード感も出せるので最近のお洋服とのバランスが取りやすくて、よく気に入って履いていました。なんといってもこちらのお靴もソールがまさかのビブラムソールで、滑りにくくて歩く時も安心なので、最近は結構ソールも重視して靴を買っていますね。お次はこちら、言わずもがなマルジェラの旅パンプスです。もう悩んだらこの靴を履いておしゃれ感をアップしとけと言わんばかりに履き潰しています。基本的に真冬以外は本当に重宝しているパンプスですね。とはいえソールが薄いので、1万歩以上歩く日はクタクタになってしまうのが悩みどころ。でもおしゃれ感を上げてくれる装備としてはアクセサリー同様外せない靴です。最後はとにかく気分を上げてくれる最強の革靴たち。まずはこちら、エルメスのローファーは清水の舞台から飛び降りるぐらいの気持ちで購入しましたが、やはり足元からパワーみなぎる感じがして、貧乏性なので少しもったいないなと思いつつも履いています。が、サイズを少し小さめをチョイスしてしまい、ちょっと後悔中です。靴の購入失敗あるあるですね。靴って本当に実際に数回履かないとわからないことが多すぎて困ります。お次はこちら、マルジェラの旅ブーツもテンションを上げてくれる素敵な靴です。これだけ見せられてしまうのはなぜでしょうね。ただ個人的にブーツの方は少し歩きにくさを感じており、なんでしょうね、足袋の部分の長さがパンプスよりも長いからかなと思っているのですが、歩いているとすぐ疲れてしまうので、いつかのタイミングでブーツは別のものに新調したいなぁとは思いつつ、これを超えるテンションの上がるブーツに出会えていないので、今年も冬の相棒となりそうです。というわけで、本日はお靴たちの動画をお届けしました。こちらの動画、少しでもお楽しみいただいておりましたら、高評価チャンネル登録お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。